はい、おはようございます。マスターです。今日はですね、自分のですね家の近くからですね送っていきたいと思います。いつもですね、ビデオを見てくださって本当にありがとうございます。さて、今日ですね王子町のこれ見えますかね、お祭りがやってるんですね。はい、お祭りがやってるんですけれども、おみこしとかがね見えますか。この辺に見えてますけれども、お祭りの中でですね送っていきたいと思うんですけれども、今日ですねなんでこんな場面をですね映しながらビデオを撮ってるかって言ったらですね、そうでそうで言ってますけれども、なんか人ってお祭りが好きですよね。僕もですねお祭り大好きなんですけれども、こういうですねお祭りみたいなですねイベントをですね開催するものをですねお客さんに提供していくととても面白いと思うんですね。ちょっと日陰に入りたいと思いますけれども、はい、こんな感じかな。いいですよね。はい、でやっぱりこう人が集まってくるところには人が集まってくるし、大きい音がするとですね人ってやっぱ見るとかですね、いつもの聞かない音を聞くとですねやっぱりこう注目を集めるみたいな感じがありますけれども、本当にいいですよね。はい、で今日はですね何が言いたかったのかちょっとよくわからないですけれども、お祭りみたいなですねビジネスとてもいいですね。仕事、お客さんをですね巻き込んだお祭りみたいな仕事をしてみようと思いますね。僕なんかは治療院ガンガン空いてる時にですよく飲み会とかですねやってましたけれども、まあ、いつもとですね違うことやりますから呼びかけてですねお客さんたちちょっとまあ引いたりもするんですけれども、こういうですねこのお祭りみたいなですね感じで、お客さんに呼びかけていって、例えば自分のお店の名前の祭り、例えばなんちゃら商店祭りとかなんちゃら紹介祭りとか、まあいろんなですね名前はあるとは思いますけれども、そんな感じでですね、僕自身はですね顧客にですねお祭りを仕掛けろというですね、これをテーマにですねいろんなことですねやっていってほしいなと思います。ちょっと今日はですねだいぶ短いんですけれども、これで終わっていきたいと思います。自分たちの お店ですねとかをですね巻き込んだ仕事をですねたくさん、やらないとですねお客さん楽しませないといけません。はい、そんな感じでまたですねこんな感じでおみこしがですね、やってきてますんで、ぜひですねお祭りにしましょう人生を。そんな感じで今日は終わっていきたいと思います。またですね次回お会いしましょう。さよなら。